抜刀隊を描いた浮世絵抜刀隊は、1877年の西南戦争最大の激戦となった田原坂の戦いにおいて、川地俊義が率いる警視隊から組織された別道第三旅団から選抜して臨時に編成され、投入された白兵戦部隊。第一次抜刀隊は、植木口警視隊の中から114名をもって3月11日過ぎに編成。 第一次抜刀突撃は、二股第一にて、同14日、早朝観光、以後戦死者、戦勝者などの原因分を、都度補い、第二次、第三次抜刀隊を編成し横平山などでも、戦闘。最終的に、西郷隆盛の手から田原坂を、制圧奪取し、帝国陸軍新軍の突破口を開いた。田原坂の戦いにおいて、西郷軍による切り込み攻撃により、 帝国陸軍では死傷者が続出した。数に勝る帝国陸軍において人員の大多数を占める賃代の兵は主に徴兵令によって徴兵された兵民で構成されており、士族中心だった西郷軍との白兵戦に対応しにくかったとされる。こうした状況下による事態を打開すべく、薩摩士族を中心に全国の士族で構成され、帝国陸軍の霊下で 別道第三旅団の大号を持ち候補支援を行っていた、警視隊の川端市長大警部、上田義貞大警部、園田安方中警部らが、政党三軍、山形有友陸軍中将に対し、田原坂近辺を担任していた植木口警視隊から、剣術に引い出たものを選抜して投入することを、上進した。長兵令の首相者である山形にとって、 彼らの力を借りることは不本意であったが、結局山形はこれを許し、自ら大号を選んで、抜刀隊と命名し、114名をもって第一次、抜刀隊が編成された。別像第三旅団こと警視隊の指揮官は当初は、川地俊吉大警視が陸軍少将を兼任して、司令長官であったが、川地は西南戦争中の1877年6月に、 司令長官を辞任し、後任には、大山岩尾陸軍少将が大警視を、兼任しついている。また、別蔵第三旅団は、警察官を主体にして編成された部隊であるが、同旅団参謀長、中村直竹陸軍中佐を筆頭に指揮官職の、多くには、陸軍軍人が当てられており、同時に、陸軍軍人兼警察官内し警察官兼陸軍軍人も相当数が、 存在している。なお、当時の内務卿大久保利道も鹿児島県氏族である。すなわち、明治六年政変で、薩摩に帰郷した、西郷隆盛とそれに続いた西郷一派と田元を分若ち東京に残った、大久保はじめ派である、川地敏吉、それに連なる薩摩出身の警視局職員が、抜刀隊の主力を成した。編成は、以下の通りである。 口日する犬飼武氏による報道が有名なこともあり、抜刀隊には、母親戦争で俗軍とされた旧合津藩士など旧幕府出身者が多く志願したと誤解されていることが多い。実際には、薩摩藩合止出身者が主力を形成していた。これは抜刀隊と警視隊が混同あるいは、同一視されていることが一因であると考えられ、 例えば元合津藩家老の佐川官兵大警部は抜刀隊に所属していたとよく誤解されているが佐川は文語口第1号警視隊に所属しており抜刀隊編成以前に戦死しているなお佐川と同じ合津藩が老であった山川博士陸軍中佐は西南戦争に出征する際薩摩人美代や東のマスラオが下げ白太たちの危機か鈍器かと謳っているまた ア津藩出身で当時陸軍、幼年学校生徒であった、芝五郎は、西郷軍政党の御子とりが発せられたことを知ると、芋生伐を押せ出されたりと聞く、めでたし、めでたしと日記に書き、さらに西南戦争での西郷隆盛の自決と、その翌年の清居坂の変による、大久保利道の暗殺を合わせ、領有非号の最後を遂げたるを、当然の帰結なりと断じて喜べりと記している。 3月14日早朝に突如襲撃を加えた抜刀隊は大きな戦果を上げ、田原坂攻略のようとなった。しかしながら勢いに乗って深入りしすぎたため、抜刀隊側も相当の損害を出している。全滅した分隊も少なくなかった。旧藍津藩士の隊員が母親戦争で俗軍の汚名を着せられた雪辱を果たすべく母親のあ 母親のあだと叫びながら切り込んでいったと言われている。これは、当時郵便放置新聞記者であった、犬飼い武氏によって報道された。戦地時家法、第2回14日、田原坂の役、和が進んで俗の方に迫り、ほとんどこれを抜かんとするにあたり、暫兵13人固守して退かず、その時、小合図半暴見を呈して奮闘し、直に、俗13人を斬る。 その当不大体聖子って曰く、母親の復讐、母親の復讐と。是は、少々小説過去との、ようなれども、決して拒絶にひず。この怪人は少々手負いしという。ただし、この内容は公式記録にはなく、また、犬会自身も、直接現場を見てはおらず、伝聞情報に基づいて報道したものである。この声の主は戦闘当時、 抜刀隊分隊長として奮戦した、元合津藩士、田村五郎三刀将警部ではないか、とする説もあるが、上級編成の通り、田村三刀将警部の分隊は、遊軍であり、抜刀隊の本隊を指揮していたのは、鹿児島県士族である。まさに、田原坂での抜刀隊の戦いは、薩摩の人をもって、薩摩の族を撃つがその実態である。抜刀隊の活躍によって、 明治維新後廃れていた剣術や日本刀の価値が見直された。川地俊吉大慶史は、激剣再高論を表し、警察において、剣術を奨励する意向を明らかにした。1879年、警視庁に、激剣世話係が設けられ、梶川義正、上田馬之助、泉宗介が最初に採用された。その後も、新海、ただ下江秀太郎、 徳能関四郎、三橋寛一郎、坂部大作、柴田守守などを見学が続々と採用され、これらの見学によって、警視流剣術の形が制定された。また、弥生神社で大規模な劇剣大会が開かれるようになり、警視庁は当時の見学たちの最大の拠点となった。現在も、警察剣道は日本剣道界の最大勢力であり、 剣道特別訓練員に指定された警察官が全日本剣道選手権大会や世界剣道選手権大会で活躍している。1882年、東京大学教授、富山昭一が死集、身体師匠に抜刀隊の奮戦を題材とした抜刀隊の歌を発表し、その詩にフランス軍学隊からの親とい外国人、シャルルルルーが曲をつけ、1885年に 軍家、抜刀隊が発表された。さらにこの抜刀隊をベースとして、軍歌、不装歌の戦律を組み合わせて、1886年に、いわゆる陸軍分裂行進局が作曲され、帝国陸軍の公式行進局として採用された。現在も陸上自衛隊と警視庁を含む、道府県警の公式行進局として受け継がれており、陸上自衛隊は、関越式などで、 陸上自衛隊の音楽隊により演奏され、警察は機動隊関越式や死越式などで警察音楽隊によって演奏されている。1894年に開戦した日清戦争は日本が初めて経験した本格的な対外戦争であり、日本国民から義勇兵の志願が相次いだ。警視庁においても戦争に貢献したいという意見が全庁員の間にみなぎり、 当時警視総監になっていた、園田康方は、西南戦争の時抜刀隊が編成された例に、習って抜刀隊を編成して戦地へ派遣したい旨の権限賞、第二部長、森田も吉を使者として、内閣総理大臣、伊藤博文に提出した。伊藤は自分にはよくわからないとして、陸軍参謀次長、川上総録に提出するよう指示した。 森田から権限書を渡された川上は、警視庁の奴らは、今頃こんなことを考えているのか。バカな奴らだ。日本に軍政が敷かれてから、もう20年以上も経っているではないか。日本の軍隊は、そんな幼稚なもんじゃない。抜刀隊なんていりやせん。かえって、そのにそう言えと激しい剣幕で突き返した。抜刀隊が登場する作品、ありがとうございます。